スケーはいいゲームでございます今回、セール2019マイクラブやっていきましょうということでメンテナンス明けてですね今週もやってまいりました FP ガチャですね今週すげえよこれ4種類来てますねはい、まあ、普通の週末のやつベンフィカスポルティングポルトということですごいですねじゃあ今回ね引いていきましょうかねまずこちらからというかまず選手見ていこうかな 週末試合の方からはいスアレス、来たよスアレス、何回目の登場、も結構登場してますよね、えー。相変わらず今週も決定力、えー、オフェンスセンス上がって出てきてますね。えー、っと能力のところで、でも多分基本的にはね、いつも出てる感じと、そんな感じで、ね、FP、スアレス、もう何回も出てるからね。はいそしてカバーに、ちょっと惜しいですね、カバーに FP。 え前も1回来たかな、ただ僕持って、おお、オフェン,ンス率99か、決定力96。へいやバランス取れてるなバランスがえぐいっすよね、これ。スタミナもあるし、うん、スキルもね、非常に申し分ない。はい、そして、えー、この人来ました、デヘア。ゴールキーパー、FP で、90、もともとからデヘア強いのにプラスですね。 うわやばやばこれもうキャッチング以外レベル30時点で99になっちゃってるよ。すさまじいなデヘア。めっちゃ止めてたからね、確かに。いや、これちょっと惜しいですね。デヘア FP。欲しいですね。はい、そしてドラクスラ。ここもね、カーバーに同じくパリ・サンジェルマンから登場と。 うん、ドリブル能力でね。ドラクスラーはねあの、スキルね、能力はもちろんいいんだけど、スキルは個人的にはいいですよね。ダブルタッチ持ってるし、ルーレットもある。ワンパワンシュート、ドロップシュートあるっていうね。これ非常に優秀だよね。はい、そしてマルキーニョス。えー、マルキーニョスはね、自分前当てたかな、FP で。ただ今週も、えー、2回目の登場になるかな、週末試合バージョンで。いやー、いいスキルだね。そこからのいい能力。 うん、スピードもね、レベル30で80乗せてますからね。はい。そしてセルジ・ロベルト。えー、こちらがバルサの FP で登場したときと、前なんかで多分登場したんだよね。通常の週末の方で。うん、ポジションのとこめっちゃできるね。で、えー、っと、スピード5を上げて、瞬発にボルコンドリ、スタミナあって、ワンパ持ち。まあ、バランス系ですね。うん。はい。そして、 ダミアンダ・ダッシルバー30歳右サイドバックとセンターバックうんこの選手も能力かなり上げてますねヘディング7ボールダッシュ7はあそう能力がもともと低い選手と上がりやすいっていうのはあるからね FP の特徴としてそしてきましたウィリアムス足が速いんだよこの選手お速くなってますねさらに瞬発5を上げてるわ スピードもうちょい上げてもね、よかった感ありますけどね。そう試合の方でウィリアムズのスピードめっちゃ生きてる部分あったからね。はい、そしてニコラ・ペペ。ポジション薄いところめっちゃあるね。いろいろできると。はい。スピシュンはあるね。トマドレーヌ。左サイドバックで、えー、まあ銀選手でもここはそんなに、あ、19歳か。レベル77までだから、ここは。 レベルにすれば非常に強いけどね。まあ、でも今回狙いとしてはやっぱカバーニ、デヘア。えー、あとウィリアムスも、まあ、でも結構いいっすね、今週。基本的に誰当たってもいいかな。まずは黒玉当てること必須でね、狙っていきたいと思います。まあ、カバーニ、デヘアあたり頼みますよ。最強の守護神じゃねえか、これ。デヘア当たってくれよ。当たってくれよ、デヘア最強の守護神。あただこれはワンチャンある。ワンチャンカバーニ付近あるぞ、これ。 あー、違いますね。でも、金の時点なんで、ダッシューバーかなこれ。ダッシューバーですね。いやー、ちょっと待って、これマジで、マジでデヘアカバーにあたり引かせてくれ、これ。ダミアン・ダッシューバー。はい。いやー、ちょっと待ってくれ、待ってくれ、頼む。コナミさん、おなしゃす。頼みます、頼みます。頼みます。で、えアあヘで、えヘあデで、えあで、えあ で、え、あで、え、あで、え、ああ。あ <laughs> マジかマジいや、横向いてるそして、デクラン、デクランライスですね。19歳。まあレベルはめっちゃ上がりますね。77まで。待ってくれ待ってくれちょっと黒玉引かせてくれ最後、コナミさん頼む黒玉を引かせてください。はい、で、え、あで、え、あカバーに、で、え、あ。 カバーに、で、え、カバーで、え、カバー、カバーに。うわーマジか銀銀うわーちょっと待って金、銀、銀金、銀、銀マジでうー金、銀、銀そんなことあるそ,そんな、そんなことある <laughs> マジでうわ、これちょっと悔しいですね。 悔しいなぁ。ということで、ベンフィカ行こうかな。ベンフィカはね、えっと、前出たんだよね、確か。前出たんだけど、もう一回来ましたね。うんただ、強いのやっぱ、ジョナス、フェイサー、サルビオ。サルビオ、異常に速いし、強いんだよね。ラファ・シューバー、グリーマルド。俺、前、グリーマルド当てた気するんだよね。さあ、そして、ジャルデルが異常にディフェンス能力が高くね、スピードもあって。 ああ、強そうだよね。しかもライブアップで A なんで今週。まあ、ジャルデーはちょっと狙いたい。サルビアあたりも。まあでも結構強いね。フェイサーとかもやばいし。いや、いいっすね。いい感じじゃないこれ。週末試合の方だいぶ外しましたからね。<laughs> だいぶ外しちゃった。過去1でちょっと引き悪かった感あるかもね。銀、金、金、銀、銀か。黒1人も来ないパターンという。まあでも3人同じ選手被りっていうのも前はあったからね。 それに比べる、な、どうなんだろうな、でも。まあ、切り替えていきましょう。切り替えていくしかない。ピッチ。ピッチはちょ、ピッチの能力は見てないよ、そんな。うん、ボールコントロール系がある感じね、ワンパ持ち。ただ、ジャルデうかな、やっぱ欲しい。ジャルデフェイサーあたりかな。ジャルデウやっぱライブアップで A なんで。そこの付近で頼むから。今週、今週は俺、運ないのかもしれないけど。 どうにかこうにか。おっと、これ黒が、黒が出ないパターンそんでもってそ、そんでもって <laughs> ピッチかぶり、ピッチかぶりだぞ、これ。やばい。過去1にちょっと待って、今週やばくな、俺引きが。黒すらまだ出てないですよ、一人も。これまさかね、まさか3連ピッチってことはないでしょ。 三連ピッチなんてことはないですよね。そんなことあるわけがないよね。<laughs> そんなことあるわけないよね。これは振りじゃないですよ。さあ、三回目は、おーっと、ただウが来ない。左利きなのでピッチではない。グリーマルドかなこれ。グリーマルドですね。グリーマルド、ただね、前のね、ベンフィカのあれかなんかで当たったんだよね。いやー、ちょっと待って。 まあ強いね、普通に。うん、ただディフェンス能力はちょっと低いですね。ディフェンスセンスあたりが。まあ、攻撃に関しては申し分ない。マジで、ちょっと待って、今回黒一人も出てないぞ、俺。さあ、そして、えーっと、こちらですね。バス、バスドストいますね。空中水、うわ、ヘディング99って。ヘディング99はやばいでしょ。そんで何、何何は、俺、あ、何ああれどうだったっけな。 ォルティングのガチャで何当てたっきなその辺の記憶がちょっと曖昧ですがあー何ででもスピードもともとがちょっと低いんだねはいそしてコアテス c b 1 9 6センチここいいんだけど瞬発力がちょっとやばいことになってますねうんやっぱ今ねやっぱスピードの環境ですからねフォワードとか特に足の方がないとなかなか止めづらい感はある さあえー、アクーニャマ、えーまあ、スピーシュン終わってスタミナ93はいチェイシング持ちああいいっすねバランス取れてるでグデリーうんいやーでもどうだろうなやっぱ金欲しいっすよね金が欲しいあ金ない黒欲しいなでここで狙うとしたらうおカブラウヤバジョバネカブラウヤバない9699点 スピード10、あ、9か。なんちゃう。11上げてんの、スピード。やっぱ。やっべえぞ。うーん、まぁ、あ、怖手っあー、何、何開くにゃ、何開くにゃあたりかな。何、何にゃ、何にあたり。ちょっとこ、今回ね、あの、引きが終末試合の流れから、そのままスポルティングを便って、ベンフを持っていった感じだったんでね。まあ、黒玉、引きたいですよね。 おーっと、黒で、黒が出ないぞ。これは金で。さあ、誰だ誰だ,だおカブラウおーカブラウ来ましたね。スピード96、瞬発99の。カブラウ、や、やってまいりました。20歳なんでね、レベル上限69と。まあ金っていうのもあるからね、それでも高いよね。ただ、 今回は <laughs>、今回はちょっと、黒出ない日かな、これ。黒、黒出ない日グロって言っちゃったよ。黒出ない日説ある。おー出ました来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 た !OK! 初黒。今日初黒。さあ、誰でございましょうかおアクニャえい、ー、マルコスアクーニャアだスいや、いいっすよ。マルコスアクーニャーはね、このね、バランスの取れた能力。 にスタミナが高いと。今週はライバルで C か。えー、で、ポジションホームランでね、左サイドバックとかも一応薄い適性だけどできるんだ。ほー。っていうことは、何、何だね、最後。何で締めよう。スポールディングは何で締めましょう。いやー、デヘア欲しかったなー、デヘア FP。マジでしかもカバーニとかもね、欲しかった。今週結構黒玉痛けおあ、待って、これバスドスト。 バスドスト説あるよ、これ。これ、バスドストね。ヘディング、空中戦の、空中お化けバススト、バスドスト。きたーバスドストバスドスト、まジやばい。ヘディング99でやば、やばすぎでしょ、これ。さあ、ということで。一応、ポルトで最後ですね。いやー、ただ、週末試合をね、まだ僕が引きずってますね。 はいここなんですけど、カシージャスね、はいこちら。もちろんデヘアには劣るんだけど、コラプシングとかね、GK 戦争もともとから高いからね。で、今週ライブアップで B と。でかいですね、これ。そして、えっと、この選手ね、アレックス・テリス。ちょっと個人的に欲しい。うんもちろんスタミナがちょっと少ない部分あるんだけど、B で。えー、足の方も早いしねうん。結構使ってる人もね、いたかな、オンライン戦とかで。えー、ムサ・マレガ、ST。 で、デコイ、あいいっすね。デコイラン。はあ、デコイランでかい。で、スピード90あって、フィジコンもあると。身長186センチ。はあ、おースーパー、うわ、いいね。ムサマレがよくね。ムサマレがめっちゃ良くないですか。スーパーサーブ持ってるし。しかもデコイランというね、この貴重なスキル。そしてフェリピ、CB191 センチ。ただね、ここだとジャルデルの方がいい感じはあるかなうん。 ヘディング能力が7上がってんのか。はい、そして、おお、てか全員ここ黒玉ですね。黒角じゃん、これ。黒玉100%ですね。100%黒だー。ああ、スキルなし。おたびはスタミナないのか、そんな。オリベルトーレス。ドリブルできて、グランダーパス。ああ、で、ここもスタミナない。コンアン4か。そう、ここのね、やっぱ、コンアン4とか多いですよね。20歳で660。CB、おお エデル・ミリトン。おお、エデル・ミリトン、これ良さげだね。強そう。CB、サイドバックもできる。あぉ、だからこの、ああ、スキルもないのか。育てればね、めっちゃ強くなりそうだけどね。レベル68まで上がるんで。で、マ,クシマキシミリアのペレイラ。右サイドバック。ちょっとエデル・ミリトン、ミリトンとムサマレが、あたり欲しいかな。あとはカシージャスとかもちょっとロマンありますよね。ロマン・カシージャスの欲しいところ。 さあということで行きましょうかポルト、まあ、ポルトは黒100なんで黒角黒角の100なんでねさあ誰だ今回でもたくさん来ましたね週末試合がでも一番やっぱ良かったからねあそこで神引きしたいとこだったけどペレイラペレイラの能力さっきはちらっと見たけどあバランス型ではあるけどここ ここが、これめっちゃ強いっていう能力はない感じかなだからねやっぱりまぁ、あ、誰カシージャスとか出ても嬉しいんだよねそうカシージャス使ってみたい感もあるんでね FP の魅力はやっぱり普段ねなかなか使えない選手が使えおおいしょ来た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  OK いやーいいっすねカシージャス、うん、やっぱレアル時代とかねあのー、カシージャスのビッグセーブとか思いますね いやーでかいですねカシエジャス来ましたね、まあ、この選手やっぱロマンありますよねうん、まあ、ポルト以外のねところで、まあ、いろんな選手と一緒に使ってるっていうのはやっぱロマンあるからねやっぱレアルのカシエジャスが印象強いかなでもさあということでラスト、まあ、狙いのカシエジャスを当たったんでねさあ最後は誰ですか足めっちゃでかいですね足めっちゃでかいからの でかいからの、あフェリペフェリピか。フェリピだけど、ここはジャルデウあたりがね。あ、でも A かフェリピ。91。あ、あそう、今週 A か。でかいけど、うーん、どうなんだろうね。これなると、FP ファンダイクあたりの方が C、FP ファンダイクの方が良さげな感はあるからね。いやー、今回来きましたね。ということで、今回ですね、FP ガチャの方を引かせていただきました。 ちょっとね、でヘアの FP 週末の方の引きがね、あれ、ね、引きたかったな。うん、まあ、悔しいけどね、また切り替えていくしかないですね。はい、ということで今回ですね、ご視聴いただきありがとうございました。またですね、ガチャの音が弾いていきたいと思います。それではバイバイ。